はい、皆さんこんにちは。レナです。タカです。ブログです。おはようございます。寒い。11月はさすがに T シャツがアホだよ。はい、私たちは和歌山の川湯温泉というところに行って、この川で自分でスコップで掘ったら温泉が下から出てくるらしくて、そう川におります。これ地面あったかいのかな。地面はあったかくないのかな。あ、でも寒くないよ。あったか。でもこれで、ね、これでこれでこれで。ああ。ああ。川の水はあったかいのか。おお。何？あったかい。嘘。いや、普通に何も掘らなくても、どういうこと？え？え？ここまであったかくて、え？そうなんだ。あ、家電なんか掘ってあるから、ちょっと足踏んで、あったかいかどうか。なに嘘？気持ちいいけど、暑いぐらい。川の水がここに入るように、いいじゃない。でちょうど川の水が入ってくるんじゃない。何ここ冷た。そう。すごい。それでいいじゃない。あんまりやるとぬるくなっちゃうかも。本当だ。ぬるい？いや、まあここまでぬるいけど、もうちょっと混ぜなきゃいけない。冷たい、ぬるい、ぬるい、暖かい、暖かい。あ、でここまで行ったら暑い。ここで出てるもんね、泡が。ポコポコと。入りますか。何？なんだ。いやー、おお、気持ちいい。大きくなったお腹を出すの？息できないねー。あー、あったか。うわ、これ最高じゃん。超いいじゃん。うん、湯加減スコップでシャーシャーと水かも。だんだん熱くなって。水かも。水熱い。やべえ。熱い。おい、全部やれ。水かも。何の仕事してる。水かもしてる。冷たいって冷たいって。おい、バカ野郎。冷たい、本当に冷たい、冷たい。ひねって、ひねって。あ、バカ。あ、あったか。うん。そうだよ。デーブ。出てから寒くなかったけど、今ちょっと、寒くないね。ちょっと歩いたらなんか、服が濡れてるから、寒くなってきた。一回旅館に帰って、シャワー浴びよう。うん。で、今日一日またスタート。他に和歌山でいろいろ紹介したいところがありますが、今日はちょっと雨の様子を、だから中でできることをちょっと紹介します。旅館からチェックアウトして、雨降ってきました。予定通り今日は雨です。まあ、とりあえずお昼ご飯をここで和歌山ラーメンを食べようと思います。和歌山に来たということで、和歌山ラーメンです。来ました。角川という作られているちょっとブランドの商品。はい、ありがとうございます。魔法の、そう、魔法のスプレー。いただきます。スープ、あ、うまっ。スープうまい。ちょっと麺がちょっと柔らかい。お肉なんか美味しい。うん、チャーシューめちゃめちゃうまいやん。うまかったね。まだ11時半でもお店満タンだよ。すごいよ。並んでお昼前なのに売れて。ごちそうさまでした。まだ来てない。じゃあさよなら。置いてくよ。
待て、これ全部飲んだら塩分やばいよ、知ってた？はいはいはい、出た。こっちのみなべ市に梅がめちゃくちゃ有名で、道の駅があって、ここに梅のいろいろ説明する、なんていう、おーごいこいつね、こいつピンクのところ全部梅。このみなべ市に梅ばっかりだよ。この今黒潮がこう流れてるんですよ。この海風がここにバーって入ってくるから、それが梅にいいのかな。ここに来た理由はお土産を買うことだね。お、これすごいよ、金が乗ってるプレミアムダイヤモンド梅、食べたいと思います。そんなになんかがっつり食べるものじゃないけどねあ、ダイヤの形、すごいじゃん、ダイヤモンドの形してるじゃん。これ金粉、あまり金を食べようと思わない。うん、おいしい。うそ、いや普通にそのままで食べるのおいしい。あのご飯が欲しくなってきたけど、うん、蜂蜜の甘みめちゃってる、うん、ね、食べ応えある。おい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 そう思うと、まあ、うまいのも当たり前かもしれないけど、え、はっけはっけはっけ、おい何を全部食べてる一気に、これぐらいの種だよだってこれぐらいのやつにこれぐらいの種が入ってる。そうだよ、だからそのあれでしょ、小さくなるでしょ、干し、多分ね、こう梅干しになる、シュワッと。だからもともとどれぐらいでかかったのかな。これぐらいでしょ、これぐらい、これぐらいがこうギューっとした。次のスポットに着きました。梅干しか、ここがなんて書いてある、バイオ園で、ここで梅酒作り体験を予約しました。今から3種類の梅酒を作るんだけど、まずは全部のコップに梅を入れなきゃいけない。凍ってる、めちゃ氷だって、いい音する冷凍の梅って言ってたもんね砂糖入れる、これね、選べるんだよね、このきび砂糖とカラフルのインスタ砂糖、コンペイと梅酒を作るとき氷砂糖。ちなみに甘口は 2.5 杯、標準は2杯、その間だね、2.5 杯、これぐらい甘口って感じ、氷砂糖にしたはい、こんな感じ。お酒も3種類があって、なんか意外に焼酎の梅酒と日本酒の梅酒とブランデーを使った梅酒を作る。ギリギリってどこまで、うわめっちゃお酒の匂いする、下が当たってるんですよ。あ、今では綺麗に混ざった。全然まっすぐに合ってない、失敗。出来上がり、梅酒体験終わりました。この梅酒は1ヶ月後から飲めるけど、3ヶ月後とか1年後とかでもなんか置けば置くほどまろやかになるって。そうだから、私はまあ1ヶ月後じゃなくて3ヶ月後に飲もうかなと思って、でももう楽しみにしてます。手作りの梅酒です。